今日のお話のメインであるポルチオ生還体ですね。ピースポットについてどういうふうなところを言ってるのかということをもう少し詳しくいきましょう。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清です。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。ということでですね、皆さん女性の性感帯といえばどこを思い浮かべますか？乳首、首筋、耳、たくさんあるんですけれども、女性の場合はですね、全身だと言われているけれども、やっぱり一番強いのはクリトリス、そして外陰部の皮膚だと言われています。男の人が思っているよりも膣の挿入による快感とかセックスの楽しみっていうのは、あまりそれほどダイレクトには女の人にはつながっていないっていうことなんですね。これは感覚神経の走行だったり、体のね、脳とか脊髄、こういうものを知ればわかります。外行きと言われるクリトリス行きだけじゃなくって、挿入からの膣、そしてPスポット、今回お話しするところですね、ここから深い絶頂を得てみたいと思っている人は少なくありません。しかし外では行けるけど中行きができないとかですね、もっと彼女を気持ちよくさせたいとかですね、もう俺から離れられないようにしてやるぜなんてね、そんなことを思っている人は、今日はですね、女性の性感帯、そしてポルチオ、ピースポットについて深く知ってみましょう。ではまずは女性の性感帯から。皆さんご存知の通り、性感帯にはたくさんあるんですけれども、一般的に外行きと言われるものはクリトリス刺激です。で、中行きと言われるものには、もう横文字ばっかりですけれども、 G スポット、 P スポット、 A スポットってあります。今日はですね、主に P スポットについてお話ししていきますが、今日は P を中心にしてお話ししていきます。じゃあどこが、何が P なんだよっていう話からですよ。で、今日はですね、この絵はですね、体を、女性の体をこうスライスした感じ、真正面に見たときにどういうふうになっているか、内性器と呼ばれるものの仕組みです。これがですね、子宮の体部と呼ばれるところで、子宮にはですね、左右にこう卵管というものが伸びていて、そしてその先には卵巣と呼ばれるですね、女性ホルモンを分泌する臓器、こういうものが、左右対称についています。そして子宮体部から、こちらがね、いわゆる膣口になるわけなんですけれども、外陰部のところになるんですけれども、膣がこういうふうにあって、子宮と接合しているわけなんですね。で、よくポルチオとかピースポットって聞いたことありますかね。で、どこを言うのかというとですね、この子宮のここまでをですね、子宮体部というんですけれども、この膣からこう突出している部分ですね、外側に向かって突出している部分、子宮膣部、日本語ではそういうんですけれども、ここをポルチオと言います。いいですか。で、ここのポルチオっていう部分のところをポルチオって言うんですけれども、これ算数でユニアリーイーコールなんですが、ここのポルチオの P から取って P スポットって呼ばれることもあるんですが、後でもう少し詳しく言いますが、少しポステリオールの P なんですけれどもね、ただポルチオっていうものはここのことを言います。子宮頸部の突先で膣の中に突出している部分ですね。で、この子宮のこう子宮口っていうのは、この真ん中から入っていく部分なんですけれども、膣っていうのは日本人平均でだいたい8センチから10センチあります。いわゆる G スポットっていう言い方っていうのも、これ細かいんですけれども、前壁に神経が集約している人と、後壁とか少しずれている人とか、多少女性の個人によってバリエーションはあるんですけれども、膣の入口からだいたい指が入って前壁にたくさん、神経の集約していて、しかも膨隆しているところがあるということで、そこをグレッフェンベルグ博士の G を取って G スポットと呼ばれるようになっています。ここまでよろしいでしょうか。いいですか。今日の話のメインであるポルチオ性感帯ですね、 P スポットについてどういうふうなところを言ってるのかということをもう少し詳しくいきましょう。こちらはですね、こちらがお腹側、そしてこちらがおへそ側、今回は四条段って言って、こう
こう縦にこう横からこう見てる感じですね。こっちにお腹があって、こっちにお尻があるんですよ。いいですか。子宮をバーンと切って、膣をバーンと切ってみたら、膣こういうふうに円筒型になってるんですけども、子宮はね、多くの場合女の人個人差があるんですけども、前屈前の方に少しこう傾いています。そしてこの前屈している子宮頸部のところですね、ここのところに膣の前壁、そして膣の後壁がこういうふうについています。でこのね、子宮の突出しているところ、ここをポルチオっていうんでしたよね。でこのポルチオの前側の壁、前膣円蓋と呼ばれるところはアンテリオールフォルニクスって呼ばれるのに、このアンテリオールの A を取って、この前膣の奥の上のところを A スポットと呼びます。そして後ろ側ですね、これをポステリオールって言うんですね。なのでポステリオールフォルニクスなので、後膣円蓋、後ろ側、お尻側ですね、この膣の子宮との接合部、こっちのここら辺の紫に書いてあるここら辺を P スポットと言います。ポステリオールの P なんですね。そしてポルチオ性感帯と呼ばれるのは、この子宮に対するこの突出したポルチオと呼ばれるところと、そしてアンテリオールの A スポットとポステリオールの P スポット、ここの周辺をポルチオ性感帯というふうに言います。なので体の挿入からすると、奥に入った一番奥の部分ということになることがわかりますね。では女性の性感帯にはどんな種類があって、どんな差があるのかというところを少し比べてみましょう。女性の、ね、三大性感帯、クリストリス、Gスポット、ポルチオについて、一般的にクリトリスは外性器ですから、呼ばれ方としてはよく外行き、クリトリスで、ね、絶頂を迎えることを外行きとよく呼ばれます。そして内性器である膣の奥にある G スポットであったり、最も奥にあるポルチオで絶頂を迎える場合には中行きと呼ばれます。でこの、まあ、絶頂に関して中行きだろうが外行きだろうが私はどっちでもいいと思ってるんですけれども、いけるというかね、あの絶頂を感じられたらいいんじゃないかと言われてるんですけれども、ここには少し絶頂の質の差があります。その質の差を司るのは神経の差です。クリトリスというのは体表にありますね。で、これはですね、外陰部神経の枝なんですね。体表にありますから非常に少し触るだけでも敏感なように末梢神経が集約していますし、感覚神経のも本当に最も密度が濃い部位ですので、非常に触られただけ、軽く触れられただけでもビンビン感じるようになっています。反対にですね、皆様男の人の中の頭の中では挿入して絶頂が来るんだろうと考えがちなんですけれど、ただですね、この G スポットの場合は膣の中ですか、骨盤神経、ポルチオの場合は膣プラス子宮ですね、子宮頸部プラス体部が入ってくるので、骨盤神経、下腹部神経、迷走神経というのはこの3つの神経になってきます。なので1つの神経を刺激する、確かに絶頂も行きやすいんだけれども、単一の線髄、お尻のところから出ている外陰部神経ですから、絶頂の深さとしては、まあ、1プラスにしていました。そして骨盤神経ですね、こちらの方が出ているのが2プラスにして、 G プラスが2プラスぐらいの深さだとすると、ポルチオの場合は骨盤、下腹部、迷走、特にこの迷走神経っていうのは脳から直接入る脳神経が直接来ている枝ですからね、非常に脳に直接刺激を与えるダイレクトな刺激なので、絶頂の深さが深いと考えられています。特に長くこうジーンとする、このビクンビクンという感じよりも、まあ、ジーンとする刺激になっていると考えられるんですね。これね、聞いていると感覚だけ言ってるんですけどね、私ね、この神経の差を分かっていただくのにこうだなと思ったんですよね。例えば私の手、体表に出てますよね。なのでこれをこうボールペンでクックックってやったらもうすぐ分かりますよね。例えばこれが針でキュッキュッキュッってついたら速攻で痛いのも分かるし、あ、ここの部位がパンパンって痛いんだってもうすぐ分かります。これ末梢神経の体表についてるからね。この感覚神経がなせる技ですよ。しかしですよ、皆さん胃ある人が多いと思うんですけれども、口から食べた食べ物、あ、まあ、ご飯食べたらお腹満腹だなって言うけど、胃ってここら辺にあるよねっていうのは大体知ってるじゃないですか。でも胃の極材とか
その動きとかっていうのをリアルにイメージはしにくいですよね。で、胃とか腸を司っているのが、まあ、迷走神経、内臓を司っている脳神経です。ということは、極在性が、極在っていうのはそこに確かにあるっていうね、局所のあり方のあるっていう極在性が分かりにくい、内臓神経だから。そしてまた知覚神経としてもあんまり鋭利なものを伝えるようにはもともとできてない。だからクリトリスって強い刺激でゴシゴシやったらもうバッチバチに痛いのね。わかる？感覚神経が発達してるからもうすぐに痛いし、すぐに感じる、あ、すごい痛い、すぐにわかる。だけどポルチオっていうのは知覚神経的には少し緩い、鈍い、痛みは少し鈍い、だけど確かにそこにジーンとズーンとあるみたいな、そんな感じ。内臓とね、あの体表にある神経の差がそこに感じ方にもあります。でポルチオ性感帯ピンスポットの特徴っていうのは、もうさっきから何回も出てきてる迷走神経の枝が来ているので、脳神経だからダイレクトに脳を支配することができるということですね。痛覚神経はそれほど発達してないんですけれども、深く突き上げられすぎると、これね、こうお腹が痛いとか鈍痛の要因になるってことなんですよ。迷走神経内臓の枝だからね。だからね、深く突き上げればいいってもんじゃないんですよ。ここがピンスポットだろうとか、深いところにお前海性感帯があるらしいぜみたいな、深く行けばいいんだろうみたいな、これ大間違いです。いいですか？なので今日言いたいのはね、とね、あの体の奥に侵入していく、他者の侵入を許すってことはですね、非常にこう受け入れる側としてもあのストレスなわけなんですよ。快感を伴うとは限らない。なので相手の反応を見ながら、A スポットでも P スポットでもどちらでもいいです。あのやはり強さだったりとか、あ、この人は P がいいなとか、この侵入速度と角度がいいなとか、ね、ここで感じてるんだなっていうことを見極めながらやってあげるっていうのが結構 P スポットの大事な特徴です。なので子宮内膜症がある人もいる、あの子宮筋腫がいる人もいる、更年期以降濡れにくい人もいる。だからね、組織の柔軟性が柔らかくなくなってきて濡れにくくなってきているのに、深くつきゃいいってもんじゃないってことは分からない、ね、でしかも神経の分布は人によって違う、バリエーションがある。だからこの人はこの侵入角度で挿入角度でこれがいいっていうのをその都度見てあげるっていうのが愛であり思いです。いいですか？この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、極上のクリ攻め、人生の最高のセックスを公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄中ほどにある青い URL をクリックして無料動画極上のクリ攻め受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画極上のクリ攻めへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。